ということで、はるかぜすずしでございますけれども、えー、私の映画がですね、まあ、横浜国際映画祭という、まあ、ちょっと大きめの映画祭にノミネートされているというかね、正式招待されましてですね、えー、上映されるということで、5月の4日に上映ということが決まりました。で、レッドカーペットがあるんですけど、はるかぜさんは、誘ってもらえなかった。 悲しいね。まあ、あのー、なんかね、戦場パーティーになるらしいですよ。船で、ね、で、人数制限があって、監督も出らんなくて。まあ、要は、あの、出演者がメインみたいな感じだそうです。<laughs> よくわかんないけどね。なもんで、ちょっと春会さんは出ませんが、まあ、作品はね、えー、かかりますので、お近くの方は見ていただけたらと思いますけれども、どうも、5月4日でございますね。 まあ、いろいろ爆心中でございますね。まあ、気合入れて書きましたんでね、本をねで。編集もね、春風涼しい編集でございますから、いいですね。で、春風涼しいの実景映像ばっかり、どんどんどんと綺麗に入ってますよね。ということなんで、まあ、冒頭見ていただいたのは、次の映画のですね、またオープニングなどで使う実景をですね、春のシーンを撮ってきたわけでございますけれども、やっぱりまあ、 春風涼しさんは基本的には広角レンズ使いでございますからやっぱりね 14mmF1.8GM がちょっと春風涼し的にはラーブになっちゃってあげる感じだねあのこのわざとらしいわざとらしい感じがねいいかなというふうに思うんですけれどもまあそこにえー、っと DJI のポケット3ね歩いてるやつはポケット3ですけどもまあうまいこと加工して いい感じになりますわね。っていう感じで僕自身がまあいろいろと、まあ脚本家であり、演出家であり、カメラマンであり、まあね、結局一人でいろいろやった方が全体の統一感が出るんだよな。だからここのところが、なかなかね、カメラマンを呼んでや、やると、なかなかこのイメージが伝わんねえんだよな。なんていうのかな。 難しいよね。あの、スタンダードなものを作ろうと思ったら、プロカメラマン呼んでくれば、スタンダードにね、絵はできるわけですよ。まあ、どっかで見たことあるよねっていう感じの、まあ、テレビみたいなね、安心な感じの絵作りっていうのは、まあね、プロカメラマン連れてくればできるわけだけども、まあ、逆に、見ていただいたような、ちょっと遊んだ絵みたいなのは、やっぱり演出的な発想がないとできないんでね。 で、まあ、それを、まあ、なかなか日本の映画っていうのはこういうようなものをあんまりやらないよね。こういう絵作りの方向性っていうのはね。で、まあ、ちょっと、どんな風になってるのかというのを編集画面を見ながらご説明しようかな。で、まあ、ファイナルカットプロですけれども、えー、オープニングのシーンですけども、まあ、これは、まあ、ほぼ、 露出がちょっと黒を締めると言いますけど、黒を少し締めて、えー、露出はね、若干高め。で、これはあの、シネマティック Vlog モードなので、つまり、スシネトーンですね。スシネトーンは、あの、露出補正で色調が変わるんですよ。ここが面白いところで。まあ、つまり、露出補正をね、プラスにしていくと、ま、あ色がね、 薄くなっていっててい、まあ、白飛びもねそんなにはしないんですよあのエ、ー、スシネトーンってねだからこんな感じで花の色がで残りつつですね全体の、えー、色調が整ってくるんですけれどもまあえっ、ー、とねえー、PL フィルターは入ってるあそれからそっかこれ一個抜こうえっ、ー、とフィルムルックにするデハンサープロっていうフィルターを上に乗っけてますね なので、元のソニーの絵はこの、この感じ。なので、今、えー、っと、これ補正を抜くと、これが元の絵。これ元の絵なんですけど、プラス一段してるんですね。なので、ちょっと黒を締めて色調を整えていますね。で、そこにさらに、えー、っと、デハンサープロっていうのを入れてるんですけど、えー、デハンサープロはね、 えー、フィルムがですね富士クロームの富士、えーえー、のあれだねポジの、えー、っとクロスというフィルムシミュレーションしてますねここでねなのでまあ別の別のでもいいんだけどあこれも面白いかなプロビアプロビアプロビアもいいねあプロビアにしようかな プロビアにしよう。っていう感じで、まあ、こういうふうに作っていくんですけども、次の、これはね、レンズが違います。レンズがね、これはね、えー、ズミルックスの 35mmF1.4 を、えっ、ー、とね、F2 ぐらいで絞ってるかな。なので、ちょっとふわっとしてますよね、絵がね。こっちが、えっ、ー、と、14mm ね。ソニー。で、これが、えー、ズミルックス。で、これも、 よっこらせまあ黒をちょっと締める方向に持ってってるね。でサチュレーションは触ってないねここら辺はね。サチュレーション上げてもいいんだけどな。よ。うんまあでも上げなくてもいいや。って感じ。で今度はこれはえっ、ー、とソニーの28135シネズームですね。で F4 で撮ってます。 でえー、ハイスピードで撮ったのでちょっとこれ400倍にしてるかなスピード上げてますね要するに元のスピードに戻したってことだねでこれはえー、っとニコンの 50mmF1.2 これもちょっとふわっとしたレンズですよねうんブリージングが大きいよねで次ですけどもこれが <laughs> 14mm の GM レンズなんだけどもこれはブラーをかけて元の絵はこれそこにえー、っとこいつはよっこらせえー、っとガウスのブラーをかけて、えー、不透明度をふとあの上をね少し透か,かしてちょっとだけ足してますねでこうやってソフトを作ってます やっぱりね、あの、1 4ミリが、やっぱり硬いんだよね、絵がね。どうしても硬い。まあ、こういう絵なんだよね。硬いので、えー、ちょっとシャープネスが高すぎるっていうことだよね。だから、カメラ内でシャープネスを落としてもいいんだけど、まあ、後処理面倒くさくなっちゃうから、まあ、こういうブラーをかける形で、えー、柔らかいのを作ってますね。で、次。で、これは、えー、っと、DJI のポケット3です。ポケット3も同じく、 ブラーを使った、えー、ソフトフォーカス。外すと、まあやっぱり硬いよね、絵はね。まあ硬い絵もいいんだけどさ、硬い絵もね、ちょっと大きくしようか。よっこいしよう。ね、硬い絵もいいんだけど、ちょっと硬すぎるのでソフトフォーカスしてますね。で、これは富士です。富士の、えー、H2S に、えー、18135mm の、えー、っとズームレンズつけてますね。 これもソフトフォーカスかけてますね。これが元の絵。まあ曇った日なんでね、相当これ色をいじってますね。えー、っと、こんなに、サチュレーションをこんなにいじってますね。それから露出もこんなに動かしちゃってますね。っていうのは元の絵は、えー、っと、こういう感じお。ここまで持ち上げてますね。それだけじゃ面白くないんで、ソフトフォーカス。 というやり方をしてますね、まあっていう感じでですねまあやっぱりね富士の色もいいんだけど富士ねあのこれね富士もいいんだけどまあなんちゅうんですかねよっこらせいいよっこらせまあ富士の絵もねいいんだけどこれ富士ねいいんだけどやっぱりね俺のドリーミーな世界を作ろうと思ったらね やっぱりね、S シネトーンから持っていくのが一番面白いってことが最近分かってきて、S シネトーンでベースを作って、えー、編集アプリでなんかいじっていっちゃうっていうのが、無難かな。で、S シネトーンがね、意外と白飛びしないんで、プラス1で撮ってんのにね、鼻の質感が残ってんだよね。この辺ね。あ、これは違う。これは DJI だ。えー、っと、こっちか。これね。 それから、これね。これも、ふ一絞りぐらい開けてんだよね。これもね。なんだけど、質感が残ってて。まあ、まだね、ちょこっとしか、あの、色を追いかけてないので、もうちょっと、色を作っていっていいかなと。まあ、ダヴィンチでやった方が、もうちょっと、面白くなるかもしれないけどね。まあ、いずれにして,して、いずれにしてもですよ。あの、まあ、こうやって、春風涼し的、ドリーミーな、 ドリーミーな世界を作っていくということだね。えー、っと、もうちょっと足してるうか。こんな感じかな。うん。ドリーミーだよね。ドリーミーな感じになっちゃたよね。いいよね。これもね。ブワーンと。ちょっとこの辺、あれだね。全画面で見てみよういげレンダリングが間に合わないか。止まったりだね。 うん。いいんでないのなんか、かっちょいいよね。かっちょいいかっちょいい。うん。まあ、ということでですよ。春風涼詩的にはですよ。よっこい,いよっこいしょ。こっちの方がいいな。これはかっこいいな。ということで、春風涼詩的には、このドリーミーな映像を、まあ、次の映画もこんな感じでいきたいなというふうに思うわけだ。 で、えー、まだね、見せらんないんだけど、えー、サミアンの VAF のアナモフィックレンズの、まあ、ほぼ完成版が届きまして、えーと、テストを始めたところです。うん、まあ、とっても綺麗ですね。で、前回ちょっとお見せしたやつは、本当に開発版だったんで、まあ、背景のボケとかが変な形してたんだけど、えー、今回のバージョンはかなり後ろの、 何て言うのあの、光源なんかのピカピカもなかなか綺麗な感じになってて、なかなかいい感じだなぁというところなんだけど、やっぱアナモフィックレンズはね、僕はあんま使ったことないんで、なかなかジャジャウマっぽいね、実際に使ってみるとね。で、種類のアナモフィックレンズも持ってんだけど、まあ、性格はよく似てる。 よね、でソフトフォーカスモードっていうのが搭載されてんだけどちょっとまだレンズのファームウェア対応ファームウェアが来てないんでそれ入れるとソフトフォーカスも効いてくるんだと思うんだけどもまあえー、っとフルサイズの場合は 35mm45mm75mm100mm の4本でまあ実質的には、えー、っと縦寸はまあ 35mm の縦寸だけど横が 1.7倍になるからおよそ3 0ミリぐらいになるっちゅうことかな2 8ミリぐらいになるのかな横がねなので、えー、そこが一番広い構図になるかなうんなのでまあ若干やっぱり30縦寸が35だから普通のレンズで撮るよりはちょっと離れて撮らなきゃいけないねっていうところはあるよねで 24mm をフルサイズにつけるとまあうし あの蹴られが盛大に出ちゃうんでそのままちょっと使いにくいんだけどまあただえっとダイナミックアクティブテーブル補正入れておくとまあクロップされてちょうどいい感じでもダイナミックアクティブテーブル補正って1.2倍ぐらいなんだっけぐらいのあのカット率になっちゃうからまあまあここぞという時にもう一声広い絵が欲しいと 35mm よりもねあの一声 広いのが欲しいって時にまあそういう使い方をししてもいいかなという気はするね。で実際にはね、A.P.S.C. だから F.X. サーティなんかで使った方がいいかもしれないね。そうすると二十四ミリから使えるんで二十四、三十五、四十五、七十五、百の五本のねあの画角が使えるので、でそうするとまあえっとだいた三十ミリぐらいまあ要は A.P.S.C. でも あのフルサイズでもおよそ3、うん、横が2 8ミリ,リ3 0ミリぐらいのとこからスタートか3 0ミリスタートみたいなセットになるのでまあ映画撮るにはまあいいんじゃないかなとで恐ろしく広い絵はやっぱり1 4ミリとか使って上下をバッサリ切ってあの合わせてあげればいいんじゃないかなっていう気はしたねなのでまあただ あの同じ広角、ね、の広角の 30mm と 35mm からワイドにした場合だとやっぱりその 30mm レンズの方がやっぱりパース感がこういうパース感がつくんだよね。でアナモの三35から横伸ばすとパース感があんまりないんで非常に自然な広い絵が撮れるからあえてねアナモフィック使うのはいいかなというふうには思いましたね。でアナモフィックの やっぱりねブリージングもねあの拡大されちゃうわけですよ横を引っ張ってるからブリージングするレンズはよりブリージングがでかく見えるよねでこれはね種類のレンズもあの盛大にブリージングしますよ盛大にブリージングするなのでまあそれはしょうがねえかなとちょっとあの穴物大化の先生に電話してそういうもんかどうかちょっと他のやつはどうか聞いてみたいなとは思うけども、まあ、いずれにしても まあ面白いレンズが来たんでまあそれもいいかなと思うんだけど次の映画でアナモでやるかどうかっちゃちょっと悩むなあのメインカメラはクラさん撮ってもらおうと思ってからどうしべかどうすべかって感じだよねどうしようかって感じだねあのわ悪るかはないんだけどもねうんアナモフィックアダプターをもう一本 1本借りて2個あればできるかそんな気はしなくもないね、まあ、ただまだちょっと使い込んでないから何がどんなふうになるのかちょっとわかんないよねで 14mm の F1.8 の,の GM レンズねもう手持ちで撮っても使えるんだけどえー、やっぱりねカメラをこうすると あの、こんにゃくがふにゃほにゃって出るからさ、手、手持ちではやっぱり使いにくいよね、広角レンズっていうのはね。なので、アナモフィックも多分、その辺は同じように効いてきちゃうと思うんで、まあ、その辺の使い勝手も考えつつ、それからソフトフォーカス、今回、あのね、ブラーによるソフトフォーカスかけてたけど、これはもう当然撮影時にフォーカス、あの、 ソフトフトォーカスかかってたとして、と、ま、し、あ、この後ろの背景だけどねこ,こんなぐらいにあのふわっとしててほしいわけですよ春風おっちゃん的に言うとねなので、まあ、そのぐらいのこうふんわり感の中で映画の世界を作っていきたいかなというふうにはちょっと思うんだな、まあ、ちょっと監督がどういうのか知らんけど俺は勝手にもう。 そういう世界を俺の妄想の中で作っちゃってるから、まあ、それでやらせてもらおうかなというふうに思うよね。まあ撮影監督みたいになっちゃな。あのうん。でまあまたちょっと映画の今公開のはるかは春風涼しい映画のね神様待っての話に戻すけどやっぱり脚本家ってのは寂しいね。あの俺が作った世界なんだけどさ。 あの映画っちゅのはやっぱりみんなで作るからさ一体誰のもんみたいな感じはするよねだけども例えば俺が作った世界なのに監督とかプロデューサーが答えたりするんだなあの中身についてな。だけどまあ当然一番細かく知ってるのは俺様だからさ俺に。 聞いた方がいいんだけど、なかなか、春風おっちゃん的にはこんな風景でうさんくさいからさ、あんまり公式なところにみんな呼びたがらないみたいなね。しょうがないね。これはもう子供の時からそういうもんだから、なんちゅうのかな。あの、うさんくさい人間なんだね。ちょっと反省はするけどさ、なかなか、あの、喜んで俺をみんなの前に立たせようっていうふうには、 誰も思わないんだね。まあそこはどうしたらいいのか俺はわからないけれども世の中はなかなか切ねえなという気がする春風おっちゃんでございますよ。まあそんなもんで、えー、今週は、まあ某テレビ局さんのもう降りるって言ったやつ、まあ編集はしてるんで、その編集して納品をさせていただこうかなというのがまあ今週の仕事なんだけども、で来週、あ 来週月曜日はですね、原風鈴さんはですね、えっ、ー、と、あれだ、あの、原稿者さんのビデオサロンの、えっ、ー、と、セミナーやります。これ有料セミナーで今でも申し込めるのかな。あの、最新の、えっ、ー、と、インタビュー録音の極意について細かく、あの、実践しながら、 あの、解説しようかなと、あの、最新ラベリアマイクいっぱい使ってですね、あの、どういうふうにセッティングするべきだという、あの、マイクセッティングと調整の方法。だからなかみんなね、ピンマイクったら適当にペコペコ、ペコペコ適当なとこつけんだけど、適当なとこつけって音はよくねえのさ。あの、その辺の理屈なんかも、あの、こういう時はこういうもんじゃいみたいな話とか、こういうセッティングすればこういう音になるよみたいな。要は 音がいいか悪いかだけじゃなくてこういう音を作りたいみたいなのもセッティング次第で変わっていくんだよ音っていうのはねそんな話をですねあのー、ビデオサロンさんの、えー、セミナーで、あのー、話しようかなというふうに思いますので、えー、22日の夜7時からだてね、あのー、やりますのでセミナーにもぜひお越しいただけたらいいなというふうに思いますそして えっとその夜にですねそのまま会津若松にね、えー、会津藩士でございますから、えー、ご先祖様が呼んでいるというふうに我が陰陽師のおじが言っておりますので、えー、なんとねあのあれなんですよ、えー、うちは会津藩士でしょ会津藩士はあの戊辰戦争で えー、北海道までさご旅客までさ戦争しに行ったわけだけどでその結果何が起きたかというとお墓ね会津にあった先祖代々のお墓は蹴散らされてしまったのかもなくなってしまったわけですよ。なので、えー、明治維新の時の、えー、とご先祖様から以降のき、えーね、今日今日に至るまでの お,えー、とお骨とかお位牌とかっていうのはあるわけだけどもそれより前のですね会津藩のですね我が一族のお墓はどっぶっ壊されちゃったのかななくなっちゃったんですよ。で,でうちの母方のおじきがね大名字でございますからそこへで行ってですねあのうちのご先祖様がね、あのー、我々をちゃんとと,とぶらってほしいっていう話になって。 で原風鈴さんはえおじきの言われた通りというかそのご先祖様が枕元に立ってこうしてほしいっていうのがあって、まあ、お位牌を作ってくれとお位牌がなくなっちゃったからお骨とかそういうもんじゃ,じゃなくてねお位牌がなくなっちゃいましたんでお位牌をえっ、ー、とえっ、ー、とえ金、ー、沢金沢家という金沢と書くんですけど金沢家なんですね我が家はね。 戊辰戦争の時にその名前を名乗ると「お前はアイズハンダー」っつって殺されちゃうから名前を渡辺っていう名前に変えたんでございますけども金沢が元の名前でねで金沢一族はですねあの要するにねご先祖様こう書いてくれと、えー、北条家の、えー、と鎌倉のね北条家の、えー、末えなんですよ。あの 北条家の北条康時だっけ何だっけ忘れちゃった三大将軍ぐらいの時の三男坊が、えー、今の金沢八景っていうね金沢八景っていうものが正しいんですけれども神奈川県にありますねあ金沢文庫これね金沢文庫っていうのがあるんですけれどもそこが金沢の坊と言ってですね、えー、まあまあ町になってたわけですけれどもそこに、えー、北条家が行ってでそこで えー、そこを治めるということで金沢家という家に北条家から金沢家という名前に改名してその地を治めてそでお勉強の一族でございますから金沢文庫というあの、まあ、今で言うと国会図書館にあたるものを作って日本最古のえー 源氏物語とか、あ枕草寺だっけなかなんかをこう,もう当時から収蔵してるという、まあ、お勉強好きな一族でございますね春川鈴木さんのとこはね。なもんで,でその金沢家が、えー、江戸時代に、まあ、旗本としてですね、えー、江戸に住まうわけですけどもそこの多分次男坊か三男坊が、えー、と会津藩に。 えー、財政立て直し!」って言ってご家老様が変わる時に一緒についてったらしくてですねで、えー、ちょうど1760何年かな86年かな忘れちゃった、えー、とその頃に、えー、会津藩に、えー、登用されましてですね、えー、会津藩士になったわけですなのでそこから、えー、数えて6代、ねえー、6代が、えー、明治維新までの あの一族なんですけどもその6代までの、えー、会津藩士の、えー、お墓とかお位牌がなくなってしまいましたので、えー、直系長男の春風さんは、えー、おじきのところに、えー、と出たご先祖様が言うには「えー、北条金沢北条一門」「金沢北条一門、ねえー、会津藩士」。 金沢家代々の礼っていう、えー、お位牌を作れという風に言われましてですねその名前までそう決められましてですねでそのお位牌を作り裏にはですね六代、えー、初代がですね、えー、金沢金沢金沢なんだっけ忘れちゃったごめんなさい、えー、金沢地左衛門勝 勝なさんかな勝明さんかなで勝がつくんんがくですよ勝なんとか勝成とか勝明とかつくんですよ。でうちのおじきはですね勝義っていうんですよ。中池家なんですけどね中池家の勝義なんだけど同じ勝がついてるからそのうちのご先祖様はお前はあの、ね、うちのおじきに「お前はうちの一門だろ」うってう「いやいや違いますよ」って「そうじゃないですよ」って言うんだけど信じてもらえないって言ってたけども、まあ、いずれにしても。 えー、ち長男の俺を連れて、えー、ご先祖の霊をそのおいはいに、えー、魂入れをして、我が家の方へ持って帰ってきてくれ、というふうに、ご指令が出たので、22日の夜にですね、あらかさんは会津に行かなくちゃいけないんで、会津に行って、23日に魂を入れてですね、で、そのまんま、えっ、ー、と、横にしって戻ってくんだけど、今の、えー、渡辺家になってからの、 えーっとその本家のお墓は水戸のですねえっと古いお寺にあるらしくてなんか今日また電話かかってきてですねえおそこへ連れて行ってほしいみたいな話になっちゃったですよ。よく分かんないんだけどまたまあなんか指令が来るでしょうからえ来週の月火はですね月曜日に。 ね、あの、セミナーをやった後、そのまんま会津に行きまして、えー、魂入れをして戻ってくるというようなのが、春風涼しさんでございます。長い話をしましたけれども、まあ、そんな、春風涼しでござるよ。ということで、じゃあ、まあ、また出て何のこ言っちゃあ、映画、映画5月、5月4日ね、あのー、横浜国際映画祭でやります。それから、え二、ー、22日セミナーです。ということで、えぇ、ー、春風涼しでございました。